教師とチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる、名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。ということで尾崎さん、はい、今日もまた、はい、イケメン監督さんをお招きして、はい、前回もそうだったけど新進気鋭というかね、もう今全国区になりつつある近江高校の若手監督をお招きして、はい、前回はこうね強豪校を破る秘訣とかって聞いたけど、今日はテーマ何だったっけ。はい、今回の動画のテーマはですね、はい、前田監督にフォワードに必要な3つのことを聞いてみたとなっております。前回聞いたけども、はい、0-0PK とかって結構あったじゃないですか。そうですね、あの準決勝決勝はもう 0-0PK でしたね。ね、そうするとなんか守備のような気がするけど、はい、やっぱ点取りに行きたいね、僕らフォワード出身の人ってやっぱ点取ってこう勝ちたいっていうのがあるじゃないですか。はい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 、そうですね。ね、うん、でも結果的にはスコアレスドローであったり、あの、はい、1点差であったりっていうね、3点も4点もこう過去の経験ではないと思うんだけども、はいはいはい、フォワードとしてその、はい、まあフォワードとしてって監督としてその点を取るために、はいはい、っていうところにフォーカスしたら、はい、選手に、まあ、もちろん攻撃的な選手にが中心にはなると思うけども、はい、どんなこう求め方というかね、はい、こう何をこう求めますかな。そうですね、まあ、やっぱ自分自身が見ててなんかこう魅力的だなっていうフォワードってやっぱりなんというか、やっぱ個でいける選手ってやっぱすごい僕は魅力に映るんですよ、フォワードの選手で、うん、もうやっぱり自分で剥がせる選手、うん、1枚剥がしてグッといけて、うん、まあ、シュートがズドンと決まればなおさらいいとは思うんですけれども、うんうん、何かやっぱ自分でこう打開できるような選手はやっぱすごい魅力的だなというふうに思う、うん、当然パスが上手い選手とか、まあ、オフ・ザ・ボールが上手い選手とか、まあ、魅力なんですけれども、うん、僕はなんか自分の現役時代もそうだったんですけど、なんかやっぱそのドリブルだったりとか、うん、そういうのにすごいこだわってはいましたね。なるほどね、はい。じゃあ例えば監督としてスカウティングに行って、はい、フォワードの選手が欲しいって思った時に、はい、どういうところに着眼していく？そうですね、やっぱその監督やってからはやっぱそれだけではないっていうのは分かってはいるんで、例えばオフサイドの動きだったりとか、その抜け出すタイミングだったりとか、うんうんうん、ボールない時の動きも中心になってやっぱ見るんですけど、うんうん、どう点を取るのかなっていうのは、僕岡崎慎司が僕がエスパルスの時の一つ後輩で入ってきて、お彼、あれやったんですよ、エスパルス入った時は、本当に何ていうか、いろんなポジションをやらされてたんですよ、フォワードがダメだから。なるほど。ボランチやったりとか、サイドバックやったり、サイドハーフやったりとか、センターフォワードのポジションが、まあ、人数も多くて、うん、なかなかできない中で、うん、サテライトの試合とかでいろんなポジションやってる中で、うん、彼、すごいなと思ったのは、どこでも点取るんですよ。なるほど。はい、どこでも、どんな形でもなんか点取るんですよ。まあ、それがすごい綺麗な形じゃないですけど、なんかブロック臭い形とかいろんな形で点取るんですよ、うん、で、あ、こう僕がその時思ったのは、こういうのも才能なんだなと思って、うん、例えばなんか本当にいろんなことは劣ってるかもしれないけど、点を取ってきる選手とか、なんか例えば一つのリーグでも得点を取ってる選手とか、うん、っていうのはなんかやっぱ理由があると思うんです。なんか雑だったとしてもある。やっぱそういう選手は絶対逃したくないなっていうのはありますし、逆に言ったらそういう選手をどういう風にして育てていけばいいのかなっていうのは今なんかすごい試行錯誤してるような段階ですね、指導者としては。あのね、はい、その高校の監督さんに聞いて、そのこう将来的に強くなるためには、だったら同じ質問するとさ、はい、前田監督にだよ、はい、もっともっと強くなって全国区のトップトップに行くにはこう、はい、何が必要ですかっていう、なんかこう取り留めもない質問されたら、はい、どういうふうに答える？そうですね、その質問に関して言うと、やっぱり一番はなんというか点に飢えてるような選手ですかね。
もういや、まあ、それ今日のテーマでいくと、はい、その、はいはいはい、フォワードに求めるっていうテーマに近いんだけども、はいはいはい、それとはちょっとこっち置いといて、全体的にさ、こう、はい、大きいその質問として、はい、その高校サッカー選手権で、国立で今は埼玉か、埼玉ね、スタジアムを、はい、目指すとか、はい、トップの全国優勝を目指すには何が必要ですかって聞かれたら、前田君どうやって答える？何が必要かっつって、今後何が必要、チームとしてというか、うん、チームとして何が必要か。そうですね、まあ、一番は何が必要かって言われたら難しいでしょ、難しいでしょ、はい、でも僕は、まあ、ふと今思ったのは、まあ、これちょっと綺麗事抜きで自分自身かな、僕かなというふうには思いますが、僕自身がもっとやっぱスケールの大きな男にならないとなっていうのは今思いました。なるほど、ね、パッと思いました。はい、まあ、その前田君らしいその今の回答っていうか、なんだろうと僕も今ふっと思うんだけども、はい、あのね、タレントって言った監督さんおるんですよ。で、いや、アマチュアの高校の監督さんがタレントって結構インパクトがあったんで、いや正直だなと思ったの。まさにそのさっきあのフォワードに求めるっていう今日テーマじゃなあったじゃないですか。はいはいはい。そうそう、もう単刀直入に僕だったらシュートの上手いやつ、はい、駆け引きが上手くてもシュート下手なやつもいますからね。はいはいはい、わかりますわかります、ね、はい、そうすると僕も過去にはね、そのジュニアユース連代ですけども、上に行けたのはやっぱそのシュート5本打って3本入るやつと、シュート10本打って1本しか入らないとかって、なんかそこもちょっと感性、感覚のものがあるじゃないですか。はいはい、うん、そうするとセンターフォワードがいて、キーパーがいて、センターバックがいたら、そこある人がタレントって言ったと思うんだけども。はいはい、ね、でもそのフォワードにこうシュートの前やったら必ずいるんですよ、本当に、はい、最近少ないけど、はい、最近少ない、はいはい、でそれがさっき の岡崎慎司さんがね、どこでも点取るっていうのにこうちょっとはリンクすると思うんだけど、はい、シュートが上手いんですよ、はいはい、点取れるっていうことがね、はいはい、でその前にもう一つストロングを持っててそのポジションにいるっていうね、サイドバックやってサイドにゴールはないから。はいはいはい、そうです ね、はい、ゴールのある場所に必ず近くにどこのポジションでも顔出しちゃうっていう、そういう、はい、ね、特性があるんでしょうから、だから、あと足、ヘディングね、もうそのさっき言った泥臭いシュートってあったじゃないですか。はいはい、その近江高校今後その上をさっき言ったようにどん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 目指していきたいって言った時に、はい、そのいろんな種類のこうフォワードが当然さっき必要って言ったけども、はい、でも3トップ、2トップ、1トップっていう3枚マックスしかいないじゃないですか。はい、で一番こう前田監督がさ、トロングって言ったらどこに行く？僕であればやっぱりシュートとドリブルですかね。やっぱりね、ドリブルっていうのはさ、その、はい、中盤のドリブルじゃない突破のドリブルっていうことだよね。突破のドリブルですね、はい。まあ、その高校年代であれば、まだそこでやっぱり行ききれる選手じゃないと難、うん、まあ、その先を見ても難しいかなと思います。それはやっぱ大学とかプロとかになった時に、まあ、その行ききれる場面もあれば、やっぱちょっとずらして打たないといけない場面っていうのもあると思うんですけど、うん、高校年代の相手であれば、やっぱそこはドリブルでぶち抜けるようなやっぱ選手になる。あ、はい、なるほどね。はい、まあ確かに今までの高校サッカー選手権で上位に行くチームの、はい、そのフォワードの特徴を見ていくと、そのまあ大迫っていうのがいたけども、あれは両方できたからね、はい、そうですね、はい、ポストもできたし反転してシュートも打てたし突破もできたから、まああれは得意なところなんだろうけども、はい、ほとんどがやっぱり一人で1対1は絶対に突破っていう、はいはい、ね、あ、そこが仕掛けられなかったらやっぱり上に行くことは難しいっていう、なあ、そういうことだな。はいはい、そう思いますね。うん、
まあフォワードの感性だね、やっぱりね、前さんもね。でも尾崎さん、の先ほどの話のタレントっていうのも、どれを見てタレントって思うかどうかっていうのも指導者の感性ですよね。そうね、確かに。まあパッと見、誰が見てもいい選手はタレントだと思うんですけど、うんうん、まあタレントって言っても多分それだけでもないと思いますし、例えば岡崎慎司とかは僕は思うになんか今タレントみたいな感じだと思うんですけど、多分あれをタレントってやっぱ見抜いたらやっぱエスパルスのスカウトもすごいと思いますし、なるほどね、あれをなんか伸ばし続けた本人もやっぱすごいかなと思いますし、高校サッカーの指導者もすごいなと思って、岡崎慎司は僕は育ててきた指導者の方っていうのはみんなすごいと思いますね。まあ確かにタレントっていう、まあ岡崎慎司さんには悪いけれどもね、それは柴崎岳とかさ、はいはいはい、わかりますね、はい、柿谷とかさ、はいはい、僕は名古屋 FC の時に、はい、本当にうまいなって思ったのは家永選手なんですよ。あ、家永、はいはい、はい、中3の時ガンバ大阪とやった時に、はい、いやいやいや、こういう選手がいるんだと思ったのと、はい、宇佐美もうまかった、はい、ああで、とんでもないなと思ったのは森本、ああ、高い、はいはい、はいはいはい、あれは、そのタレントって言ってもターミネーターみたいだったんだそういう意味でのタレントだったけど、まあ、でもタレントっていうのは僕はね、顔つきっていうのもこう一つの、あ、もうまだ若いから、はい、その、いやこういい男だねっつってよくお父さんお母さんとこう面談をしたりする時もあるじゃないですか。はいはい、当然ね、あります、うん、はい、ちょっとお世辞も含めてさ、こいつ絶対欲しいねって言った時に、はい、いやお母さんいい顔してますねっつって言って、いやイケメンっていう意味じゃないですよって言って、はい、今度使って間違いなく使います、ね、間違いなく、でもこれ例えばこの YouTube チャンネル見られてて、あ、そうか、僕がそうやって言ってたらまあ確かにな、確かにな、でもさっきの前回の演出家っていうのもまあ結構僕も外で言ってるから、でも若い人たちはそうやってね、こう一つのこうまあ僕のアイディアとかそういう、まあ、アドバイスってちょっとおかましいけどもね、そういうのでだって選手や親は毎年変わってるから全然大丈夫だよでもそうするとニコッとしてくれるし、はい、ね、あ、はい、そうですよね、やっぱ、はい、でも本質僕らぐらいの年になってくると、はい、やっぱこう顔つきっていうのは大事なんですよ。うん、とまあ、取りに行くっていうほどにないしても入ってもらいたい、チームを強くするためにこう力を貸してほしいっていう文言を多分使ったりするときにね、はいはい、のべーっとした顔つきよりもちょっとこう緊張と闘志というかね、はい、それをこう表情に出せるような選手っていうのはやっぱりね、脈ありですよ。あ、そうですか。うん、とりあえず本気になって練習に取り組めるかどうか、例えばシュートのトレーニングもそうだけども、はいはい、10本打っておしまい、今日毎日10本打つって言って決めて10本やるんだけども、その10本にその中身が伴ってるとか、はい、意識が伴ってるとかっていうのを、はい、やっぱりちゃんとこうやっていけれるようにしないと、あ、シュートうまくならないから。そうですね、はい、そう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 、はい、まあだけど、はい、もう一つそのフォワードとして、はい、そのさっき前を向いて突破のシュートするね、それがポストプレーもありね、はい、その高さヘディングっていうのもあるとするならば、はい、そのさっき聞いた突破がまず最低条件みたいなイメージだったじゃないですか。はい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 、うん、で一番そのチームにそれはまあ前向いて突破してシュートを打てるやつが一番いいに決まってんだろうけども、はい、前田好みとしてはどうなん？その僕好みとしては、なんかこうタイミングをずらせる選手とかやっぱすごい好きですね。ボールタッチのところだったりとか、はい、それがなんか外すタイミングだったりとか、うんうん、なんかこう来たボールを
ここで触るんか、多分ここで触るんかとか、相手の軌道って少し変えれたりとか、なるほどね、シュートのタイミングだったりとか、やっぱ相手なんかこう、うん、キーパー少し待って足を出させてまた狙うとか、うん、なんかちょっとキーパーが動いたところでちょっと逆通るとか、うん、なるほどね、なんかそういう選手はやっぱ僕的には個人的には好きですね、はい、あのね、間合いをこう変えさせられる選手っていうのが言うんだよ。はい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 。そうですね。うん、あの、はいはいはい、ディフェンスでうまいっていうのは常に自分の間合いを持ってんだよね。はいはい。で、足の出せる間合いにアプローチが速いとか、はいはい、プレスが速いとかっつって言って、はい、で止められてしまったりするけども、その動きの質によっては今言ったようにフォワードの方がその間合いを消したり、あの外させたりっていう、そういうちょっとやっぱそういう感覚を持ってんだろうな前田うん、俗に言うとまともじゃねえないやだって裏を書くっていう特によく言うじゃない。はい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 、ね、その相手の逆を取るのが得意な選手っているわけだから、はいはい、そういう感覚が好きなんだよ。ああ、そうですね。はい。なんか、そういう感じですね、うん。はい。あの、背の高いやつって上からドーンってヘディングやるやつ一枚絶対欲しいとかっていう人もいるから。はい、ああ、そうですね。うん。あれちょっと変わってるって言ったら失礼になっちゃうけども。いやいやいや。いや、でも、そういうオーソドックスではないところに、こう、興味があるというか。ああ、そうですね。はい。うん、そうすると、やっぱり、面白いチームはできるはずだよね。ああ、まあだからオーソドックスに入ってそういうアクセントをつけていくっていう、そういう感じだな。ああ、そうですね。まあそこにはやっぱりね、僕が言うのもなんだけど、こう楽しみながらやれるタイプだね。ああ、そうですか。うん、だって演出ができるのね。そういうこう楽しみながらその間合いを外したりさ、ね、はい、ちょっと裏を描いたりすることが好きみたいだからさ、はいはい、そうですね。でましてやその岡崎慎司がタレントではないけども、はい、タレントだって言えるわけだから、そういう意味では経験も豊富だし、いやいやいや、だけどさフォワードその、はい、もう一個最後にちょっと聞きたいんだけどさ、はい、そのクロス、はい、いわゆるセンタリングアーリー、いろんなグランダー、フォアニアって言って、クロスがから点取るっていうのもこうサッカーの醍醐味でもあるじゃないですか。はい、はいはいはい。まあ、どっちかというと今の、サッカーっていうのは突破して点取るいわゆるショートカウンターとかが多いんだけども、現代サッカーっていうのは、はいはい、その次やっぱクロスに行くと思うんだけども、はい、クロスから点取るっていうことに何かこだわりを持ってることって、はい、そのトレーニングとかでもあります？はい、そうですね、昔はなんかうん、まあよく言うじゃないですか、ニア、ファー、マイナスとか、なんか3点で入ってこいとか、うん、いろいろなんかポイントを決めたんですけども、うん、今はどちらかというと、その、どこでボールと出会ったらシュートを打てるかっていう風な形に持ってってますね。なので、うん、まあ、ゴールが ある中でそのクロスが上がってくるときにどこの空間というどこのスペースにいつ入るかみたいなのを近いやつがやったときに、うん、その奥の選手とかは空いたところのどこを見つけられるかみたいな、なるほどね、スペースの見つけ方みたいな、うん、スペースの見つけ方で、それもまあタイミングにつながるんですけれども、うんうんうん、出会い方というか、うんうん、はい、っていうのは伝えるようにしてますね。だから映像とか見せたりとかしたら、どこが空いたかとか、なるほどね、はい、どこで打てるかとか、うん、だからあんまりなんかこう潰れてとかっていうのはあんまり好きではないですね、うん、なんかやっぱフォワードを育てるっていう観点になると、うん、まあ、それ大事だと思うんですけど、潰れてくれるっていうのも、ニアで一人潰れてくれるっていうのも大事だと思うんですけど、なるほどね。まあまあまあ、確かに昔僕らの年代の人ってアーセナルゴールって分かります？ああ、分かんないです、アーセナルゴールは、はい、アーセナルゴールっていう言い方をしたんですよ、はい、そのニアに飛び込んで潰れ役、はい、潰れるのはまあ2番手なんだけども、潰れずにニアのポストに
頭ぶつけてもいいから、はいはい、ちょんと触ったらゴールに入るっていうのをアーセナルゴールって言ってたんですよ。今の60歳以上の人はみんな知ってるはず。アーセナル、はい、なぜアーセナルゴールって言ったか、多分アーセナルの誰かが一番よくやったんだろうなという、はいはいはい、クライフタウンターンと一緒でね、だからそういう意味でいくと、そのアーセナルゴール復活みたいなイメージだった、今の僕の話はね。あ、なるほど。そうそう、だからそこに潰れたりで、触れたらニアで触るのがベストだっていう時代もあったわけだから、はい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 、その後のスペースを今言ったようにどこが空くとか、はいはいはい、うん、でもやっぱりフォワードらしい発想だよね。そうですね、昔はパターンでやろうとしてたんですけれども、なるほどね、まあ、あんまりパターンじゃなくやっぱりもう状況なんで、それをつけられるかどうかなっていうのと、うん、あとはやっぱクロスが、まあ、僕らボールとつながるなとか言うんですけれども、うん、クロスが上がってくるときにやっぱりボールとつながると体の向きが悪くなっちゃったりとか、意識がボールに行くんで、うん、やっぱりこのボールに向けてっていうのはゴールとつながりながらクロスに入ってこいっていうような、うん、そうすると若干でもやっぱ体の向きが少しゴールに向いたりとか、うん、いい感じになるよね、はい、うん、はい、なるんでボールとつながるなっていうのは、まあ、はい、攻撃陣にしても守備陣にしても体の向きっていうのは本当に大切だからな。はい、そうですね、うん、まあそこにこう細かく細かくフォーカスしていけれるようにしていくには、そういうところにこだわるしかないのかもしれないね、はい、いや今日真面目にちょっと話しすぎたな、サッカーの話。ありがとうございます。今回は、前田監督にフォワードに必要なことを求めることについて聞いていきました。ちょっと私サッカーも知らないんですけれども、あんまり結構勉強になる内容で、うん、ああよかったなぁと。まあね、もう勉強ってあってこれサッカーの技術論とかちょっとこうテクニカルなとこ行くとそれちょっと分かんないよね。今日はどうもありがとうございました。前田さん、またグランドかどっかで遠征先とかで会えたらと思ってますんで、よろしく。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。